シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よっ、今日は、モンストとハンターハンターのコラボの開催決定したから、まあ、それを考察していくってやつだぜ。11月11日月曜日、今日のジャンプの裏表紙か背表紙かわからねえが、そこによ、まあ、モンストとハンターハンターコラボする的な感じのものがあったのよ。どうなのかなと思ったら、モンストの公式サイトで第2弾のコラボ開催決定発表されたから、まあ、それを見ていくってやつだ。ああ、もう純粋に嬉しいぜ。ハンターハンター結構好きだからよ。で、思い返してみるとよ、俺ちっちゃい時にグリードアイランド編を読んで、その時はあのカードを使って戦ってたから、まあハンターハンターってこういうカードを使って戦う漫画だって勝手に思ってたわけね。でそっから読まなくなって、まあ突然アリ編を読んで、アリ編っていうのはメルヤンが出てくるとかなんか、まあ、それがよめちゃくちゃ面白くて感動したのよ。だって俺前知識としてはそのグリードアイランドのカードバトルと勝手に思ってたから、それでこんなに楽しめるっていうのは相当やべえ漫画だと思って、そっから救済までずっと読んだのね。で救済してからまあ俺結構読んでないから読み返してもないから、まあ多分結構知識で忘れてるとこあるんだが、まあ、なぜ俺こんなにハマるかと思ったら、この作者の富樫先生が結構ジョジョの影響を受けてるわけね。で俺ジョジョ一番好きだから、まあそういうつながりなのかって思ったんだが、でこのコラボ自体第1弾の時うちのチャンネル結構始まったばっかりでよ。で初のまあうちで言うまあ昔のチャンネルの流れ変わったなっていうのが、この5の SS 打ってみたってやつがその5000再生いって、初めて5000再生突破して、すごい。なんか俺的にもハンターハンターコラボって、嬉しいつうか懐かしいつうか、まあ、なんかいいコラボなのね。まあ、説明しにくいが。まあ、つうわけで、ちょっとよ、まあ、情報を見ていこうじゃねえか。さあ、コラボのイベント詳細は、11月13日水曜日16時から配信予定のモンストニュースにて発表、お楽しみに。つうわけで、この特設サイトは後で確認していこうか。じゃあ、まず下の、このモンスター見ていこうじゃねえか。まあ、こんな感じになってんのよね。非属性2つ。なぜどっちガチャゲンって気になるんだが、まあ、上のキャラクターから説明すると、これ、ジンっていうやつで、これ、ゴンのお父さんなわけね。で、まあ、ゴンの元からもうずっと離れてて、よくわかんない。何やってんのって感じで、まあ、ゴンもお父さんどこ行ってんのって、お父さんハンターだから俺もハンター目指すみたいな感じなんだが、まあ、このキャラクター自体が、その、詳しい能力、分かってなくて、今判明してんのが、まあコピーするんじゃねという、めちゃくちゃ強いやつで、まあコピー能力使うよというところだけなんだよな。で、これが、まあレオリオの攻撃を、まあ、返したわけ。言いたくるやつ多かったなーってのをなんかやり返した。ポワってやり返したから、まあコピーは確定だから、友情コンボおそらくコピーの可能性が、まあ、高いわけね。ね、それ以外は、まあ、だからもう決めれねえから、もうどういう風にやっていくのかな。だからもうガチャゲンじゃねえだろうなと思うわけ。だってやっぱ下がガチャゲンだろ、これどう見ても。銀玉コラボがやっぱいろんなコラボの第2弾で重心化をしていくって流れを作っていったわけで、あのコラボも結構ペア。キャラクターをペアにして、まあ、前回は降臨だったけどガチャで持ってくるというケースもあったから、まあ、全然いろんな組み合わせが考えるわけね。だから俺的に考えると、イルミ&ヒソカとか。そういう感じのやつが増えていく。まあ、クロロ&ゲンエロダン。まあ、ゲンエロダン、まあ、クロロもゲンエロダンなんだが、まあ、そういう風なペアでやってくる可能性があるんだが、そう考えると超究極はどうなるのと。超究極について後話していくんだが、まあ、これ、下、非属性の最高の友達ゴン&キルは。まあ、これガチャゲンだろうな。めちゃくちゃガチャゲン種すげえわ。で、左が主人公のゴンで、右がもうなんか主人公超えるぐらい人気のキルは。まあ、ゴンも人気か、めちゃくちゃ。で、俺的に、ちょっとハンターハンター読んでて結構思ってたのが、まあ、ハンターハンターってなんかもうキャラクターで真面目なやつ、まともなやつが誰一人いないっていうか、主人公が唯一まともかなと思ったら突然なんかやばいことになるし、で総合的にキルアがやっぱ一番常識人かなと思うんだが、なんか全体通して結構独特な雰囲気流れてて、普通の漫画で敵が、今からお前を殺すって言ったら、大体主人公とか仲間ってみんな恐れる、それかやってみろみたいな感じの雰囲気出るんだが、まあ、ハンターハンターってなんかちょっと変わってて、お前を殺すとか言ったらいいよってこういうやりとりがなんか多いんだよな。わかんないけど、まあそれも魅力なんだが、まあこれおそらくガチャゲンで超究極なんだが、正直言ってそのアリ編のメルエムが一番超究極適しすぎて、それが出た以上それを超えるのあるのって、いや強いやつはいるんだが、その超究極で来る、その立場に当てはまる、今までの傾向から当てはまるやつがいないんだよな。え、ちょっといたらごめんな。で、唯一入るかなって思うのが、あの、イルミっていう、このキルアのお兄さん。このパワー!でもちょっと違うかなっていう感じ、まあ、めちゃくちゃ強いから、まあ、全然入っ、まあ、でも、その場合、ガチャゲンとかのヒソカ&イルミができないかなというのもあるから、
いや難しいな。だって十二神とか出たばっかりだからな、ちょっと全然使えねえし。しかもジンも単体出てるしな。あーこれはかなりよ、予想の幅が広がってくるよな。まあ、これちょっと書いてくれ、みんなこれがあるんじゃねえかと。つうわけでちょっと特設サイト行ってみるか。でこんな感じ、詳細は近日公開。なんかそのゴンとキルアの後ろの雲の上にお父さん乗ってる感じ。これは気まずこの状況、あいつら仲良くなったなみたいな感じの状況なのかな、これは。でハンターハンターとは、行方知らずの父に会うためハンターになろうと旅を始めた少年ゴンは、仲間たちと高説の困難を取り越えていく。全然読めてないけど、契約完了。まあ2011年から2014年3年間に渡り前アニメやってきましたよってことが書かれてるわけね。さあこんな感じ。じゃあそれじゃ今から前のガチャゲンのモンスターたちを見ていく感じするか。よっしゃ、これが前回のハンターハンターコラボのモンスターたちなんだが、ちょっと見てこれ真ん中ガチャゲン出てね。おいちょっとこれマジ泣いたわ、本当にひどすぎじゃね。やっぱ好きなコラボって出ねえのね、本当に。こんな綺麗にもう空白になっちゃってね。えまあおそらくこいつら重心化するだろうな。前回の銀玉コラボのまあ重心化という、まあ、流れを、コラボ第2弾は重心化するんだよという流れを作ってくれたから、まあまあまあエヴァもあるんだが、まあそういう風な流れに乗ってこいつらも重心化すると思うのよ。でも多分重心化回ではねえだろうな。回は第3弾とかで使えるからもったいねえから、まあおそらく今回重心化すると思うぜ。で俺銀玉コラボのその流れがすごい好きでよ。まあコラボって最初、はい、降臨ドーン、進化者剣ドーンって前盛り上がり、はいはいって中盤で下がる、そっからもうずっと下がりっぱなしだったけど、銀玉コラボでは、まあ途中でマダオがあったり、さらに昔のガチャ剣、重心剣ドワーンって盛り上がる、で、そのままコラボ最後まで楽しめるって流れをうまく作ってくれたから、まあ俺的に今回もそういう風な手法で来ると思うのよね。やっぱコラボって最後まで楽しみてじゃねえか。なんかコラボ後半ってもう今コラボやってんのかってぐらい寂しくなるじゃねえか、いつも。だから今回そういう風にしてくれると思うぜ。そんじゃまずはちょっとクラピカからちょっと見ていこうじゃねえか。契約完了。ちょっと簡単にそれぞれモンスター触れていくぜ。でこのクラピカなんだが、まあ個人的な印象としてはコラボ終わってからも結構高難易度に刺さり続け、かなりまあ強いモンスターとして長くいたような気がするんだよな。でまあスペックも高いし、 SS も強いし、スピードアップもなかなかいいしって感じで、まあこいつが重心化したらかなり怖いなというのがまあ印象かな。まあ絶対持ってた方がいい、そういう感じよ。で次ちょっとゴンさん見ていこうか。でこいつをちょっと簡単に説明すると、まあ実況者が何かとワンパンしたやつ、このパワー何かとワンパンして、まあ普通に強いよな。でも次第に見なくなっていた、そういう印象で、こいつも同じような感じ、めちゃくちゃ強かったが、まあ、この SS がやっぱやばかったんだよな。バーって爆発して結構ダメージ与えるし、でもやっぱこいつも次第に見なくなっていったが、重心化するとちょっと寂しいんだよな。まあ理由としてはこのイラストが好きなのよ。このイラストが好きだからちょっとこのままこれが重心化のベースになってほしいかなと。多分ないかな。多分、ゴンがいい感じになる方が出るんじゃねえかと思うかな。これも寂しいな、これ。まあ、そういう感じかな。で、次は、キルア。こいつが、なんか活躍したところ、俺。いや、これ、俺の気のせいかもしれねえが、活躍したところ見たことねえんだよな。で、これ、普通に強いのよ。全属性キラーとか毒無効とか持ってるし、いやもったいねえよな。だから結局こいつ重心化したらかなり強いんじゃない、一番ぐらい強くなるんじゃないかな。スピードも速いしな、もったいねえよなこれ。まあそういう感じかな。さあつうわけで、まあコラボ予想しつつ、コラボ予想とか、まあ、コラボの考察しながら、まあ、最後にモンスター確認したが、まあおめえらの意見があったら、まあ、ぜひ聞かせてくれよな。まあ一緒に考察する感じにしようだねえか。そんじゃ次の回で会おうぜ。あわよ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。
よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。聞いて仕方ねえ。